今日はビッグファイブの堅実性というお話をしたいんですけど、こちらの本で紹介される立花明さんスピリチュアルズの堅実性の項目をちょっと今日紹介させていただくんですけど、伊川元隆さん、はい、最近の本で、うん、解けるっていう、はい、幻冬舎文庫から大王製紙前会長伊川元隆懺悔録、はい、最近 YouTube とかでは、うん、中田のあっちゃんとか外録チャンネルにも登場されて、ギャンブル、マカオのギャンブルでいかにこの脳内物質と戦い、はいはい、負けていく様が描かれるんですけど、はい、伊川元隆さんは、はい、東京大学法学部を卒業した後、はい、伊川元隆様のお父様が大王製紙創業家の2代目、はい、なんで3代目ですね、うんうん、とはいえ決して何て言うんだろう、頭の悪いボンボンではない、はい、東京大学、法学部を出た後、うんうんうん、その父親が厳しい方だったらしく、うんうんうん、そのいろんな不良債権部門に回され、はいはい、そこをどんどん立て直していくっていう、うんうん、あの敏腕です、はい、が2010年から11年にかけて、うん、カジノで穴埋めのために子会社から総額106億8000万円を不正に借り入れたとして、うん、会社法違反特別背任の容疑で、はい、東京地検部特捜部に逮捕され懲役実刑を受けました4年、はいはい、っていうのが書かれた本が解けるってやつなんですけど、はい、この本でもこの堅実性を紹介する中で、はい、様子が描かれるんですね、はい、要は初めに、慎重にこの100万を使うんだ、うんうん、っていうので、うん、ビギナーズラックで100万がね、うん、1000万になったんだったかなっていうところからハマ、うんうん、っていく、はい、でもっともっとになり、はい、バカラで5時間かけて勝負した結果、はい、500万円が1000万に膨らんだ、うん、ならば10時間かければ、うん、1000万円を2000万円、うん、で運と月さえ回ってくれば、うん、500万を5億にだってできる、現に150万円を4時間半で22億にしたことだってあるじゃないか、うんうん、もうちょっと感覚わかんないですよね、はい、うん、もう僕なんてあの1000円が1分持たなかっただけでもうは、うん、ドキ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 って、うんうん、でもそこで1000円が1万円になってたら、はい、変わってたでしょうね。変わってたかもしれない、はい、うん、隊長はパチンコにはまらなかった理由は何ですか？パチンコにはまらなかったのは、はい、もう絶対勝てないと思ってるからです。だから娯楽としてゲームとしてやる分には何の問題もないけど、はい、みたいな感じです。でやっぱり周りでハマってるやつはハマってくんですよね、うん、ハマってきますよ。お金借りてやりますからねやつは。そうなんですよ。ただまあその伊川元隆さんの話から始まり、はい、うん、結局目先の報酬を無視できない人たちっていう項目があって、堅実性パーソナリティを計測する方法としてアイオワギャンブリング課題というよく知られた心理学の実験がありますと。これはテーブルに ABCD、 A の組、 B の組、 C の組、 D の組っていうカードの山が裏返しに置かれており、好きなのを選んでいいよと。で A と B は報酬は常に100ドルで、 C と D の組は50ドル、その代わり報酬10回に対して A の組は1回の割合で1250ドル、 B の組は5回の割合で250ドルの罰金っていうのが出てくる。でそれに対して C の組は10回のうち1回250ドル、うんうん、D の組は5回の割合で50ドルっていう罰金がある、はい、うん、これはなので、うん、A と B の組は10回で1000ドルの割合で報酬を得るんですけど、はい、1回1250の罰金が出るので、うん、250負けるんですね、はいはいはい、ただ、うん、C と D は10回やって報酬が500ドルなので、はい、1000ドルに比べて半分しかない、うん、報酬は、うん、その代わり、罰金が250の罰金なので、うん、10回やれば250の得、うん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 、と B は250のマイナスになるっていうこのアイオワギャンブリング課題っていうのがあるんですけど、うんうん、このゲームを試行錯誤でやらせると、うん、
ほとんどの人は無意識的に、うん、この A と B の割に合わない山、はい、報酬は高いよ、うんうんうん、ドーパミンはバッて出る、うんうんうん、けど、うん、痛さもある、うんうん、っていう山を、うん、ほとんどの人は避けるようになると、うん、ただ、うん、この時参加者の皮膚伝達反応、はい、指先とかの発汗を計測すると、うん、A や B の山、うん、この100ドル当たって10回やれば1000ドルだけど、うん、1回マイナス1250がある、うんうんうん、っていうのを引こうかどうかを迷っている時、うんうん、この皮膚伝達反応に顕著な増加が見られると、うん、これは緊張や警戒の合図で、うん、脳が何らかの方法で、うん、この選択は間違っている、うん、っていうのを出してる、うん、これは無意識が優れたパターンのこの直感能力を持っているからだと、うんうんうん、意識的な心がトランプの良い山と悪い山に気づく前に、うん、もう A と B は危険だよっていうのをもう感じてる、うんうんうん、これが嫌な予感、うん、第六感であると、うんうん、仕事でも第六感は出ますよね。出ますね。僕これ最近もうあれこれはちょっと 2,3 日前からきな臭いぞっていうのは、うんうん、トラブルの匂いがするぞっていうのはどこかで感じてたんですよね、うん、そうすると、うん、案の定、うん、このエニアグラムのタイプ6は、うん、よくなんか心配しすぎだっていうのを言われてるので、うん、俺はこれは心配のしすぎかっていうのは思ってたんですけど、うんうんうん、怒るときは起きますね。まああらゆる想定をするからですよ6の場合は。ああ、うん、だからまあ当たるのは当たるんですよ。当たらないのもいっぱいあるってだけで、はい、外れてくれっていうときに限って当たる当たる。まあそれはだから信号が強いってことじゃないですか。あーなるほど、うんうん、信号が強いから外れてくれって強く思う。もうそれはね引き寄せられませんでした、うん、はい、だからそれを掴んでるんじゃないですか、その強い信号を。あーなるほど、うん、要は嫌な予感があるよって話をしたんですけど、うん、ところが、はい、一部の人は、うん、このなんていうんだろう、 A と B の山は、うん、痛い目を見るよ、でほとんどの人は、うん、嫌な予感っていうのはするんですよ、うんうん、でほとんどの人はもうこの C と D の、うん、なんていうんだろう、確実に儲かる方、はいはいはい、少ないけど、うんうん、こっちばっかを引くようになるんですけど、うんうん、一部の人は、うん、これが感じないのか、ここでは学習できずと書いてあるんですね、うん、でもそっちを引く気持ちも分かりますけどね、この今回はいいんじゃないとかはあると思うんですよ、うんうんうん、でそうなのでパチンコとかギャンブルをしたその瞬間は、はい、あのなんか金額にもよりますよね。1000円とかだったら、はい、多分そっち引きますよ僕。なるほど。1000円なくなるぐらいだったら、そうですね、一か八かそっちを引く、はい、まあ負けても1250円とかね。そうそれがこう10万円とかになるとまたちょっと話は違うんで、確実10万円もあ1万円儲かるけど、うんうん、1回そうですね、うん、10万円の負けがきますみたいな、そうそうそうってなると、あってそれはってなりますよね、うん、はい、でいつまでも A と B のカードを引き続け、うん、損をしてしまう人がいるよと、うんうん、で決してこの人たちは平均よりも知能が低いというわけではない、うんうんうん、だとしたら、うん、なんでこの傾向は来るんだろうね、うんうん、っていうところなんですね、うん、で脳の前頭前野に障害があると、うん、A と B のカードを引こうと考えるとき、うん、皮膚伝達反応の増加を示さないと、うん、この微量の後ろに位置するこの小さな領域は脳みその直感を生み出すのに関係していると考えられていると、うん、脳に異常がなくても目先の報酬を無視する人たちもいると、うん、なんで先天的なものの人もいれば、先天的というか能力、うんうん、何て言うの、本当の能力的にそういうのが欠けてるよっていう人もいれば、うんうん、脳が異常がなくても、うん、例えば典型的なのが依存症のグループ、うんうんうん、ギャンブルはもちろん、はい、アルコールやドラッグの依存症も、うん、脳損傷者の方々ではな、ほどではないけれど、うん、このアイオワギャンブリング課題の成績が悪いと、うんうんうん、これは報酬系の信号に対する反応をやめられないパーソナリティの特性として存在を示していますよ、うん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 、なんでまあニュージーランド国内の1000人の若者集団を対象に調査した結果では、
ドラッグ依存症者がアルコール依存である確率は、うん、そうでない場合と比べ6倍高く、うん、アルコール依存症者がニコチン依存症者である確率は4倍、うんうん、なんでその依存症何かで依存する人たちは、うんうんうん、この傾向がより高いっていう傾向があります、うんうん、まあこれは何て言うんだろう、カジノでは喫煙が認められ、うんうん、多量の酒が提供され、うんうん、ドラッグが入手しやすい、うんうん、まあこれはアメリカの話かもしれませんが、うんうん、っていう、まあ、そういう人が集まるっていう話なんですかね、はいはいはい、日本でこれを一生懸命今作ろうとしてますけど、カジノ、カジノ、うんうん、まあ、僕は多分一生行くことはないんだろうなと思ってますけどね。僕もマカオに行った時に行きましたけどね、20年前とかです。どうでした、ギャンブルは。ギャンブルは勝てる気しなかったですっていう、このなんていうんだろう、うん、どうそういう衝動に対して自制するか、うんうん、これが先ほど挙げた我慢できなかった人っていうのは、はいはい、この目の前に提示された報酬への欲望、うんうんうん、要は当たった瞬間にドバって出る、うん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 、あの気持ちよさを抑制できないが、うんうんうん、このビッグファイブの堅実性のスコアで、うん、それは衝動を抑制できる度合い、うん、すなわちこの堅実性っていうのは、うん、自己コントロール力を測っているんだ、うんうん、と書いてあるんですね、うん、そういう話になると出てくるのはアリとキリギリス、うんうん、堅実性のパーソナリティとは何か、うん、ちょっとそのまま読みますね、はい、意地転換選択のジレンマ、はい、要はキリギリスさんは、はい、今が楽しければいいよね、うんうんうん、夏だぜ、うんうんうん、俺の歌を聴いてくれよ、うん、祭りだパーティーだ、うん、アリさんどこに行くんだいってやってるわけですよね、うん、はいはい、でもアリさんは、うん、いや冬が来るよと、うんうんうん、冬に備えてさ、うん、働こうぜって、うんうん、多分これが意地転換選択のジレンマだと思うんです、うんうん、私たち人間はさまざまな現場で一時的なトレードオフを突きつけられる、うんうんうん、目の前にある美味しそうなケーキは、うん、今すぐ頬張れば、うん、大きな満足が得られる、うんうん、がその後できっと後悔するあなたは、うんうんうん、なぜなら今の自分はケーキを食べたい、うんうん、が将来の自分はスリムになりたい、うん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 、このジレンマ、このジレンマ分かりやすいどうする、はい、食べたいけど痩せたい、食べたいけど痩せたい、うん、食べると太るのはもう分かっている、だって大人だもん、うんうんうん、砂糖って分かってるもん、うん、この白い物体、うん、これね、うん、全部白い物体でできてるんですよ、うん、砂糖と小麦粉ですよ、うん、砂糖と小麦粉ただの、うん、白い粉、白い粉で、ああもう麻薬現代の麻薬ですよ、はい、ケーキなんて、うん、で生き物はもともと生き物、我々はもともと今ここという瞬間に最適化するように作られている、うん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 、これ人も同じで、うん、人類が進化の大半を過ごした旧石器時代には、うん、今みたいにさあ人間100年時代だ老後に備えよ、うんうん、2000万必要ですよ、うんうん、なんて言ってませんと言ってません、はい、もう今日食べるものをいかに見つけるか、うんうんうん、マンモスどこだ、うん、せいぜいこの冬ぐらいまでですもんね、もう考えれたんですかね考えれるんじゃないですか、米作ってるぐらいだから、あでもまあ、うん、寒いとこはそうですよね、うん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 、じゃあ暑いとこはどうなんですか、ね、だからこうその日暮らししてる南国の人たちなんかちょっとやっぱ性格が違うんでしょうね、性格がこうのほほんとしてる感じじゃないですか、なんくるないさーって、うん、やっぱり時間にもルーズって言いますもんね、うんうん、沖縄時間、うん、そんなに気にしなくても生きていけるからですよね、多分とりあえずお腹空いたって言ったら森に入っててバナナ掴んでこればいいみたいな楽しそう楽しそう、まあ、昔ですよ、はいはいはい、うん、っていう、うん、この人類が進化の大半を過ごしたのは、まあ、100年時代なんてないし、うん、まあ、その結果、うん、現在の快楽を求め、うん、未来の報酬をないがしろにしまうのが、うん、その旧石器時代だが、うん、それは過酷な環境では、うん、それ以外に生き残って子孫を残す術がないからそうしていた、うん、が、うん、この人間の本質は享楽的なキリギリスで、うん、このアリのようにせっせと食料を蓄えるっていう能力はもともとこの旧石器時代はなかった、うんうんうん、だって必要ないんだもん、とりあえず食うもの、そう、それだし、うん、とりあえず食うものを見つけに行かないとなんていうとこですもんね、うんうんうん、
でもそれにもかかわらずこの堅実性のパーソナリティを伸ばしてきたのは、うん、この火の発明によって飼料生活が、うんうん、例えばまあ燻製とかで残すっていうのが出てくるんですよね、うんうん、保存できるから、うん、この濃厚が伝わり、うんうん、米みたいなのが出て、うんうん、要はもみ殻を残さないと、うん、来年の米できないし、うん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 、とか長期保存ができるようになって、うんうん、たくさんの人が食べれるようになって、うん、でも濃厚ってチームワーク必要だよね、うんうん、一人で耕すより、うん、みんなでやった方がみたいなところでグループができたりして、うん、そうなると未来の自分への配慮、うん、みたいなのが出てきて、うん、要はその現在から未来っていうのをある程度、うん、これぐらい残せば、うん、これぐらいの人が食えるみたいな、うんうん、計算が成り立つようになってくる、うん、で脳には報酬系と制御系という2種類のネットワークがあるとされ、うん、行動経済学を創始し心理学者として初めてノーベル経済学賞を取ったダニエル・カーネマンさんは、うん、ファスト回路、うん、早い回路とスロー回路と名付けたと、うん、これは一般に感情と理性の対立とされ、うん、ドーパミンによって駆動する報酬系を本能、うん、制御系理性によってコントロールするのだと考えられているが、うん、これは正解とは言えない、うん、そうなんですね報酬系も制御系もどちらも生存生殖のための目的を実行する脳のネットワークだからだと、うん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 、なるほど、うん、これはなぜ二重のネットワークができたかは互酬性互いの報酬性を考えると分かりやすいと、うんうん、近くにいる誰かが美味しそうな食べ物を持っていたら、うんうん、単純な生き物の戦略は殺して奪う、うんうん、とそれを食べれる、うん、がで逆にまた自分が貴重な食べ物を確保できたら、うん、誰にもあげないっていうのが、うん、生き残るために、うん、一番シンプルな戦略がそうなる、うんうん、けど、うん、この複雑な社会になってくると、うんうん、それだけではうまくいかない両方いるみたいなことですよね自分勝手なことをやりだすと、うんうん、初めはうまくいっても、うん、結局社会からつまはじきにされて食えなくなっていく、うん、極端なことはできないからこう、はい、どこかでバランスを取らないとっていうのが分かってくる、うんうん、社会の中で生きていくには、うん、欲望を即座に満足させるんじゃなくて、うん、自分の食べ物を譲るとか食べ物を譲ってくれた相手にお返しをするとか、うん、っていうのが必要となるよと、うん、これを司るのが、うん、スロー回路だそうですね、うん、これはビッグファイブの項目で挙げられるんですけど、まあはい、人間もそうですし、うん、これはなんか、治水コウモリも、うん、そういう行動コウモリですら、うんうんうん、自分が血を吸ったたくさん吸った、うん、そうすると前に世話してくれた人にそれをあげるみたいなのをコウモリもやってるみたいです、うんうんうん、なのでまあこれはいろんな生物もやってるから、うん、そういう特性が人にも生物にもあるスピリチュアルではない精神性の話ではないっていうところですねみんな持ってるみんなそういうまあそれが集団として生き残る手段みたいなところですよね多分そうですね、うん、強弱あるが、うん